はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香です。こんにちは。あら、すごい激しい前髪になってしまったよ。激しい前髪になってしまったよ。なんかボサボサ。なんだと？えらいこっちゃ。よいしょ。なんだ今日のこの髪型は。なんや、なんやこれ。やばいよ、横から見ると多分ね、見てほら、やばい前髪になってしまってる。ちょっと今日前髪の調子悪いな。あれ、なんで雨だから？雨だから、それとも前髪が長いから。やっきー、見て、浮いてるもん。でも単純に前髪長いんですよね。あー、オッケー。ちょっと今日前髪やばいな。ちょっとまた出る前にやり直そう。はい、じゃあ今はもうこいつでさよなら前髪。はい、今からお出かけするんですか？そう、お出かけしてくるね、今から。お出かけしてくるね。仕事してくる。出かけしてくる。うん。待っていてありがとう。頑張るね。明日久しぶりの2公演なのでね。次は大阪なので楽しみです。うん、明日2公演、明後日2公演、明後日が1公演で大阪はね終了なんですけど、
そうね、どんな会場なんだろう、ワクワク。たこ焼き食べて、たこ焼き昨日食べた、一人で食べに行ったたこ焼き6個だけ食べた、めっちゃ美味しかった。トン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 、粉をはたいております。本場のたこ焼きいいなって、なんかそこのお店、お店っていうかなんかたこ焼き屋さんが立って食べる場所やったのよ、ほんまに。でも立って食べる席も4席しかないみたいな、ちっちゃめのとこだったんですけど、うん、そうで、そこでもなんかその前にお店3軒ぐらい昨日たこ焼き屋さん回ったのよ、空いてなくて、なんか検索して近いとこ行こうと思って近いとこ行ったけど、なんかねやってなかったり、お店が閉まっちゃってたりしてて、でも検索した時は営業時間みたいなの書いててんけど、そうってなってるとこに3軒回っちゃって、え、嘘マジかと思って、でその一番最後に行ったお店、そこはもう閉まっちゃっててんけど、そこのお店のいっちゃん近くにあったとこ、もう3軒も回っててさ、しかもそれで結構歩いたからさ、もう次こそはと思って行ったらそこは空いてて、で、あ、もうここしかないと思ってそこで並んでんけどさ、もうめちゃめちゃ美味しかった、そこのたこ焼き。うん、なんていうお店やったかな、忘れたけど、そう、めちゃめちゃ美味しくて、もうふわふわのとろとろの極みみたいな、なんかソースもめっちゃ美味しくて、うん、そう、いいとこ見っけたと思って、また大西大阪行くとき絶対ここ行こうってなった。借りはなしかって、そう、大西はそう借りってあげてるたこ焼き、まあ普通に好きやねんけどね、好きやけど、たこ焼きのあれとしては大西はもうふわふわとろとろが一番好きなので、そう、めっちゃ美味しかった、そこのたこ焼き屋さん。そう、銀だこ系じゃないんだって。まあでも銀だこは銀だこで好きなんですよ、大西も。そう、銀だことハイボールって合うからさそう、よく大西一人で行ったりするんですけど、でもなんかあんまたこ焼きとしてはあんま食べてないかもしれない。なんだろう、どうなんやろうね、また違うジャンルのたこ焼きとして食べてる。うん、それでもあれはあれですごい美味しい、そう、たこ焼き美味しいけど、大西が好きなたこ焼きはふわとろって感じ。なんかなんやろね、あれと一緒よ、パスタ食べてるかマカロニ食べてるかみたいな、全然違うやんそんぐらい大西の中ではちょっと違うジャンルにいる。うん、
なるほど、別の食べ物って感じなのかって。そう、なんかソースとかさ、かかってるもんはさ同じやからさ、味はそう一緒やねんけど、でも違う食べ物みたいって。マカロニじゃないの、あれなんていうの、なんかミートソースのかかってるあれ、なんかあるじゃん、ギザギザのラザニアみたいなやつ、知らんけどさ。オッケー。そんな感じ。この時間何って。ね、お西もすごい思う。ここお家じゃないからさ、いろんな音が聞こえてくるのよ。そう、だからその音を聞かれるとあんま良くないから。ミュート、このね、ここのボタンがあるんですよ。ミュートができる、音を消す機能が最近できたんですけごめんよ。ルイボスティーラーって お店が一番大好きなお茶。あ、ルイボスティー好きって。好き？一番美味しいよね。分からへん、人の味覚ってそれぞれやから。お店の中では一番やねんけど、一番美味しい。そう、小学校の時からずっと大好きで、小学校の時って自分でルイボスティーなんか買えへんやん。そう そう、大人になってお金を自分で稼げるようになった今、大西はルイボスティーを買い放題なんだ。箱がいいって。でもね、毎日は飲みたくないんですよ、これ。なんか慣れちゃいたくはない、なんかルイボスティーに。いつまでもこう特別感のある飲み物でいてほしいんですよ。そう、飲むとテンション上がるから。そう、毎日さ飲んでたらさ慣れてくるやん、なんか。そう、あちゃってって あ、これちょっと危険ね、この ミュートボタンとこの カメラのあれ、ちょっとこれでもめちゃ窓隣にあるの、ちょっとこれちょっと気をつけよう。もうちょっと隣にいてくれたらありがたい。小指で押そう今度から ね、危ないよね、せっかくミュートさしてさ気をつけてんのに、これの後ろでさ、もしバレたらもう最悪やん。
ない危ない。24分か。30分に終われるようにするわ。危ないよ今映って危ないもんあるからね。今隣によく映らんかったわマジで本当に。危なっ、え、怖っ、危なっ、待って、めっちゃ危なかったやん今。何とは言わんけどさ、怖っ。え、コートとかしか映ってなかったもんね。もう今の居場所とかじゃない、もう個人情報丸出しやったで今。お兄ちゃん危ないわもう怖い怖い、もうとね。大西の名前が大西桃花じゃないってバレちゃうところだった。ああ危なああ危な。西園寺涼花っていう名前なのバレそうやった。危な危ない危ない。でも見えてないから多分大丈夫。西園寺涼花っていうのはバレてない。よし、やっほーみんな。うん？ん？何？大西なんか変なこと言った？みんな大西桃花のショールーム配信に遊びに来てくれて本当にありがとう。それミュートになってないよやって嘘はっはっ嘘バレちゃった。うわちょっと待って、芸名なんバレたんか、マジか。隠しててごめんなさい。大西桃花、私大西桃花本当は芸名で、本当の名は西園寺涼花って言います。そうだから本当はいつも自分のこと大西は大西はって言ってるけど、ほんま普段はね西園寺はって言ってるの。え、西園寺、え、西園寺はって言ってるの。でもこういう活動の時はしっかり大西桃花としてやっているので、普段大西はって言ってるんですよね。西園寺はって、西園寺は
29分だよ。なんだって終わらなあかんやん。ありがとう教えてくれて。全然危な終わるわじゃあランキングの方呼んでいきます。あ、ちなみにみんな西園寺涼香っていうの嘘だよ、嘘ついてごめんね。ということでランキングの方は1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ。はい、1位ハギハギさんありがとうございます。イエイ。そして2位が RTO アットマーク大西郡マリアさんありがとうございます。イエイ。そして3位がコバアットマーク大西吉さんありがとうございます。イエイ。そして4位がチカちゃんありがとうございます。イエイ。そして5位がカホアットマークニコーさんありがとうございます。イエイ。そして6位が SL さんありがとうございます。イエイ。そして7位が天沢誠司さんありがとうございます。イエイ。そして8位が二郎さんありがとうございます。イエイ。そして9位が翼さんありがとうございます。イエイ。そして10位がお豆さんありがとうございます。イエイ。そして11位が大西かきアットマーク大西郡アットマーク明日も頑張ろうぜさんありがとうございます。イエイ。そして12位が光る 400X さんありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が親ちゃんありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。ということでですね、本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。んでもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。今日も見てくださった皆さん本当にありがとうございました。では行ってきます。じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。